淡路島地震は2013年4月13日5時33分頃、日本の兵庫県淡路島付近を震源として発生したマグニチュード MJ6.3、MW5.8 の地震である。淡路市でこの地震最大となる震度6弱を観測した。同市と洲本市で住家の一部損壊が2000棟以上に上ったのをはじめ、液状化による施設被害、 水道管破損による断水などの被害が発生した。淡路島地震の震源、余震域、兵庫県南部地震の震源、及び野島断層を含む淡路島北中部の断層分布発生当日の4月13日11時30分に、気象庁が発表した暫定値では、この地震の震央は、北緯34度25.1分、東経134度49.7分で、 淡路島中部の相模市五色町、鮎原西付近にあたり、震源の深さは 15km、マグニチュードは6.3だった。なお、同じく気象庁によると、モーメントマグニチュードは5.8と解析されており、気象庁マグニチュードの6.3よりも小さいという欠陥が出ている。発信機構は、東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻を構成する。 大陸プレート内で発生した地震である。大阪管区気象台は活断層で発生したものだという見解を示し、さらに地震調査研究推進本部の地震調査委員会は発生翌日の4月14日に臨時会を開き、淡路島の中央にある南北方向に伸びた長さ約1 0トルの西傾斜の断層が気震断層であるとの見解を示している。 この地震の震撲は、18年前の1995年1月17日に、発生した兵庫県南部地震の震撲の南西約3 0トル付近、また、同地震の震源域の南西端付近、さらに同地震の複数あった、震源断層の一つで地表に露出したことで著名な、野島断層の南西端付近に位置しており、近接している。ただし断層面同士のズレの成分は、 兵庫県南部地震は右横ずれ成分が大きかったのに対し、この地震は逆断層成分が大きかったため、ずれの方向が異なることを示している。気象庁は発生当日午前の会見で、現時点ではこの地震が兵庫県南部地震の直接的な余震であるかどうかの判断は難しいとの見解を示した。なお同会見で、同庁地震津波監視課長の長谷川洋平は、 個人的見解として関連がある可能性はあるが20年近く経過しメカニズムが異なることから直接的な余震と言えるかは疑問と述べている一方で専門家から異なる意見も同日報じられている東北大学教授の縁田真嗣は兵庫県南部地震の時の歪みが依然として淡路島に蓄積しており淡路島地震は 兵庫県南部地震の広い意味での余震だとする見方を示し、今後も同じような地震に警戒を続けるべきと発言。また、京都大学名誉教授の入倉康次郎は、1944年、昭和東南海地震や1946年、昭和内海地震の前後に、西日本で内陸地震が頻発したことから、今後の発生が予想されている。 南海トラフ巨大地震との関連を指摘し、同じような地震が今後も発生する可能性があるとの見解を示している。前述の地震調査委員会は発生翌日の4月14日に開いた臨時会で、この地震と兵庫県南部地震とは何らかの関係があると断定している。この地震の震源の近傍には、六甲、淡路島断層帯の一部である、孫山断層帯がある。 孫山断層帯は、長さが約1 2トル北西側が相対的に隆起する逆断層であり、地震調査委員会は2005年公表の長期評価において、孫山断層帯全体が一つの区間として活動した場合、M6.6 程度の地震となり、断層の北西側が南東側に対して1メートル程度隆起するずれが生じるとし、 30年以内の発生確率はほぼ0%と評価していた。近傍にはまた、孫山断層帯と交差するように位置する、静木断層帯もある。地震調査委員会が発生翌日の4月14日に開いた臨時会では、この地震は発見されていない断層が引き起こしたもので、孫山断層帯や、志差し断層帯との関係は不明であるとされた。 この地震で津波注意報などは発表されなかった。気象庁は地震速報の段階で周辺海域では若干の海面変動の可能性があると発表したが海面変動も観測されなかった。陸地の地殻変動については国土地理院の4月14日の発表によると電子基準点、津本で1センチメートル強とわずかな水平方向の移動が観測されたものの 誤差の可能性がある。余震活動について、気象庁は、一週間程度は、震度5弱程度の余震が発生する恐れがあるとし、警戒が必要である旨を呼びかけた。最大の余震は、本震から8分後の5時41分に発生した、M3.9、震度3の地震である。本震から約1ヶ月後となる5月13日に、行われた、地震調査委員会の発表によれば、 余震活動は、本震、余震型であり余震活動は減衰してきているという。なお、この地震の3ヶ月後の7月17日に、淡路市の北東部付近で M4.0、震度3の地震が発生したが、大阪管区気象台によれば、約18年前の兵庫県南部地震のあまり、新域で発生したものであって、4月の淡路島地震の余震ではないとされている。 淡路市の群家、静木の2地点でこの地震最大の震度6弱を観測した。両地区は、新大の北東にあり、針真灘や大阪湾に面している。また、南淡路市広田、港と淡路市、来る朝の3地点で、震度5強を観測した。淡路島を中心とした近畿地方、岡山県、香川県、徳島県で震度4以上を観測した地点があり。 震度1以上を観測した地点は九州から中部地方に及んだ。淡路島を含む兵庫県内で震度6以上を観測したのは1995年に発生した兵庫県南部地震以来であった。この時は神戸市、淡路市などで震度7を観測している。気象庁の推計震度分布図においても淡路島を中心とした近畿や岡山、香川、徳島で 沿岸部や低地で震度4以上となると推定された。淡路島は南部の譲る破産地や北東端を除く大部分が震度5弱以上になっていると推定され、最大震度5弱だった洲本市内でも震度5強の地域があると推定された。気象庁はこの地震で観測された地域別の長周期地震動階級の分布図を公表した。淡路島で階級に 兵庫県南東部、大阪府南部、徳島県北部で階級1を観測した。階級には室内で大きな揺れを感じる、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じるキャスター付き重機がわずかに動くなどと定義されている。同庁は3月28日から長周期地震動に関する観測情報と題してこの階級の公表を 試験的に開始していた。防災科学技術研究所の共振観測網などの中で、この地震で最も大きい表面最大加速度を観測したのは586ガルの K ネット公式観測点だった。また、京都大学の浅野君幸によると、表面最大速度が大きかった K ネット東浦観測点の疑似、速度応答スペクトル分析では周期1秒以上の揺れは、 兵庫県南部地震よりもかなり小さいものの周期0.5秒前後の揺れは兵庫県南部地震の際に神戸海洋気象台や高取駅で記録された揺れよりも少し小さいか同等程度あり地域によっては兵庫県南部地震と同程度の強さの揺れが感じられた可能性があるというこの地震において気象庁は発生直後の5時33分20.3秒に 地震波を検知し、3.5秒後に予報第1報を、兵庫県、香川県、徳島県、大阪府の全域、和歌山県の北部、岡山県の南部に発表した。7.5秒後の予報第3報ではさらに規模を大きく、評価、実際より、若干強めの M6.7、震源を張りマナだと推定し、初めて警報を発表した。第三報時点の警報対象地域は、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、鳥取県、徳島県、香川県の全域、愛知県の西部、福井県の南南地方、広島県の南部、愛媛県の東予地方、高知県の東部と中部に及んだ。第一方から主要道到達までの猶予時間は、淡路島全域や淡路島に近い赤獅子や、 鳴門市付近で0秒と強い揺れに間に合わなかったと推定され、和歌山市中心部や神戸市付近、小豆島で5秒程度、大阪市で10秒程度と推定される。近畿地方、中国地方、四国地方の各地方の多くの府県では、この地震において2007年10月に一般向けの緊急地震速報が開始されてから、初めての緊急地震速報となった。 これを契機として、気象庁はアンケート調査を行っており、緊急地震速報自体の認知度は8割、地震の際に速報を実際に聞いた人は7割であったが、速報の際に約30%が何かわからなかった、約15%が何をしてよいかわからなかったと答えている。死者は出なかったが、重症11人、軽症24人の合わせて35人が負傷した。 内訳は、淡路市で8人、相本市で7人など、兵庫県内で26人、大阪府で5人など。淡路市の高齢男性が避難のため自宅の窓から飛び降りて骨折、明石市と福井県鶴ヶ市で、高齢女性がベッドから落ちて骨折するなどしている。淡路島は、阪神、淡路大震災の際にも被害を受けたが、その時の教訓から住民は、 比較的冷静に対応したとも報じられている。消防庁のまとめによると、淡路市で、重火前回1棟、半壊32棟、一部破損2383棟、相本市で、重火前回7棟、半壊67棟、一部破損4067棟、南淡路市で、重火半壊2棟、一部破損1806棟など、合計で、 重火前回8棟半壊101棟一部破損8305棟。被害件数は、市内最大震度6弱の淡路市よりも、市内最大震度5強かつ震大となった相模市の方が多かった。兵庫県のまとめによると、建築物の被害が目立つ地域で行われる、応急危険度判定は、淡路市では、旧津町の静木、塩田、 同市旧一宮町の群家の各地区、洲本市では市街地の塩屋、局地、物のべ本町の各地区が主な対象となった。淡路市では国土技術政策総合研究所と建築研究所が合同で行った被害調査によると、静木、網城、下須の各地区の市街地で家屋被害が目立った。報道でも同市では 住宅の屋根瓦の落下や壁の亀裂、地割れなどが多数発生した地域があったと報じられている。同市静岐にある関西看護医療大学は学内に被害が出たため地震発生の翌週を休校とした。また同市内では淡路ワールドパークの頃や淡路市役所周辺など沿岸を中心に液状化現象と見られる泥水の噴出や舗装の亀裂が発生した。 国土交通省の調査では、液状化は静木地区の特に臨海部の埋め立て地に集中しており、宅地では大きな被害は見られなかった。一方、震度6弱となった震度計がある同市高下地区の市街地では、阪神、淡路大震災後に建て替えが進んでいて、被害は河原の落下がまばらに見られる程度であったという。同志と三島地区でも、 同震災で地区の建物の8割が全反壊する被害を受けて以降道路の拡幅や公園整備など地震防災を意識した再建を進め産経新聞によれば瓦1枚を落とさなかったほどの警備の被害だという。相模都市では前述の国土技術政策総合研究所建築研究所合同調査によると局地、本町、物のの各地区で家屋被害が目立ったといい その背景として、戦場地であり、近隣地区と比較して地盤が比較的弱いことが挙げられた。報道でも、屋根瓦の落下被害や、水道管の破損、津本第一小学校校庭の地割れ等が報じられている。毎日新聞は、同市巨口地区の住民の話として、阪神、淡路大震災の時よりも被害は大きかったと報じている。 南淡路市でも水道管の破損などの被害が報じられている。一方大阪府でも住宅の土壁の損壊や水道管の破損が報じられている。地震発生後数日後も営業を休止している家電量販店大阪ガスの供給区域では揺れによる安全装置作動により2府3県の計6万件で都市ガスの供給が一時停止した。淡路市で五十世帯 相模都市で26世帯、南淡路市で3世帯のほか、徳島県阿南市で1県、大阪市でも15県で地震により断水が発生していたが、4月16日の時点で全て復旧した。一方、関西電力によると、同社管内で停電や設備被害は確認されていない。主要道路の寸断などはなかった。兵庫県のまとめによると、 島内の大型商業施設は1店舗が当日2店舗が翌4月14日と早期に営業を再開したほか県が聞き取りを行った製造業者4社で設備被害はあったものの創業への支障はなかったという一部のスーパーマーケットでは片付けのため開店時間が遅れたコンビニエンスストアは地震発生後もほとんどの店舗では通常通り営業していた 相本市内の家電量販店では店内に被害が出たため長期休業を余儀なくされた店がある。淡路島地震によって列車ダイヤが乱れたことを詫びる掲示、神戸電鉄青線しじみ駅にて列車ダイヤが乱れている様子を示した電光掲示板大阪駅で撮影地震直後より、京阪神の JR 線と私鉄各線は運転を見合わせ、当日午前中のうちに 大半は再開したものの、夕方までダイヤの乱れが発生した。山陽新幹線で最長約90分の遅れが計47本。東海道新幹線でも最長約70分の遅れが計12本。JR 西日本の在来線でも21路線の約1100本で遅れや運休が発生し、延べ55万人に影響が出た。高速道路については、 明石海峡大橋を含む神戸淡路、鳴門自動車道では速度制限が行われたが通行止めはされておらず、淡路島や四国各地発着の高速バスの運行には大きな影響はなかった。日本政府は発生から3分後の5時36分に官邸対策室を設置し、6時10分から緊急参集チームによる協議を開始した。兵庫県は地震発生と 同時刻の5時33分に災害対策本部を設置、徳島県、大阪府、岡山県、奈良県でも対策本部を設置したり、警戒体制のレベルを上げたりしたが、5府県とも当日中に解除している。兵庫県の伊藤都市像知事は当日淡路市を直接視察して被害状況を確認し、地震の規模に比べ被害は軽度にとどまっているとして、冷静な対応を呼びかけた。 また、翌日の14日は2013年痛み、宝塚市長選挙の投開票日であったが、両選挙は、滞りなく、取り行われた。地震発生後、兵庫県西部の養鶏場で飼育されていた約1700羽のブロイラーが死亡していたことが、同県当局の調査により判明している。発生直後、飼育施設内約6000羽のうち、 1> 約1700羽が部屋の片隅に集まった状態で死亡しているのを養鶏場の担当者が発見した。当初鳥インフルエンザの可能性があったことから養鶏場は同県家畜保健衛生省へ報告するものの解剖によりインフルエンザが死因ではないと判明した。他の原因として考えられるイタチなどの捕食動物が侵入した形跡は見つからず原因は 地震以外にないと判断された。家畜改良センターの担当者によると、鳥はパニックに陥ると一箇所に密集する習性があり、地震の揺れに驚いたことが原因で、パニック状態に陥り窒息死した可能性が高いという。建物の全壊棟数の関係などから、自治体単位での被災者生活再建支援法や災害救助法の適用は行われない見込み。 重家被害の復旧等に対して、兵庫県は従来の給付に加えて、損壊割合1割以上の一部損壊世帯にも、見舞金5万円を支給する対策を4月18日に発表しており、約500世帯が対象になると見込んでいる。淡路市も同じ基準で、見舞金1万円、南淡路市は全ての一部損壊世帯に、 未満金5000円をそれぞれ支給する追加の対策を発表している。これは国の被災者生活再建支援金、県、市がそれぞれ規定する災害未満金などの対象外となり公的支援がない一部損壊世帯への支援策である。なお、兵庫県は阪神、淡路大震災後に創設された兵庫県住宅再建共済制度に加入している一部損壊。 世帯にも特例として未満金5万円を支給、また一部損壊世帯に対する住宅再建資金や中小企業、農業者への復旧資金の一定期間無利子融資を行う対策を講じた。また4月28日には損壊割合1割以上の世帯に対して簡易、ただ申請のあった一部損壊住家のうち未満金、 支給対象の損壊割合1割以上と認定された旨数は5月16日時点で、相本市2割、淡路市1割、南淡路市2%弱となっている。被害の程度を考慮し、淡路島産市の社会福祉協議会は、災害復旧のボランティアを同じ市内からの受付に限定し、市外から募集しない方針とした。義援金等について、 日本赤十字社は4月15日時点で義援金の募集は予定していない。大気温地震予測研究会は南淡路市をはじめとした測定局の大気温の値や気象衛星の雲画像から解析した地震雲の分布などをもとに4月7日に淡路島を中心にマグニチュード5クラスの地震が発生するとする予測を発表していたと報じられている。ありがとうございます。